日東富士製粉株式会社は東京都中央区に本社を置く日本の食品メーカー。製粉業及び外食事業を事業の中核とする企業。日清製粉、日粉昭和産業とともに製粉大手4社の一角を占める。2019年度の販売シェアは日清製粉38.9%、日粉23.8%、 昭和産業9.4%、日東富士製粉7.4%、日東製粉株式会社と富士製粉株式会社が合併し2006年4月に発足した。2007年に株式公開買付により三菱商事の連結子会社となる。2018年には東証二部に上場していたマスダ製粉所を完全子会社とした。事業内容は小麦粉。 ふすま、ミックスコ、食品の製造販売を行う、食品及び製粉事業、小麦を保管する、倉庫業、ケンタッキーフライドチキン、牛角等のフランチャイズによる、店舗経営を行う、外食事業、原料、製品を運送する、運送事業。2021年3月期の連結売上構成は、食品及び製粉事業が83.6%、 外食事業が16.1%である。冷凍食品メーカーの海外進出に対応して、ベトナムとタイに工場を展開している。2022年4月、東京証券取引所の市場区分見直しにより、東証一部から中堅企業向けのスタンダード市場へ移行する予定。三菱商事を経由して販売する B2B 製品が主力である。ほとんどの製品は、 取引先である食品メーカー、外食チェーン、ベーカリー等により加工された後に一般消費者に流通する。そのためスーパーやコンビニの店頭で日東富士製粉の名前を見かけることは少ない。取引先のニーズに対応した企画提案を行うことにより付加価値が高い小ロットの小麦粉、ミックス粉の生産を得意とする。名古屋工場。 大中型製粉業者の業界団体である製粉協会の会長は製粉大手4社の社長が持ち回りで就任している。ありがとうございます。